皆さんこんにちは。 NHK お母さんと一緒で2008年3月まで5年間10代目歌のお兄さんを務めた歌手で俳優の今井雄三さん、2020年12月21日に脳内出血のため亡くなっています。まだ43歳という若さでした。一体なぜ今井さんは亡くなったのでしょうか。亡くなる6日前の最後のブログで異変を訴えていた今井さん、今回は亡くなった今井さんについてご紹介していきます。ぜひ最後までご視聴ください。元歌のお兄さんの今井雄三さんは第19代目の歌のお姉さん灰田翔子さんと共演していました。今井さんは過去に歌のお兄さんを務めていた林明さん以来23年ぶりの20代での就任ということで、若くてかっこいいお兄さんと話題になりました。お母さんと一緒を卒業後は主に舞台俳優として活動していました。2008年7月にはフジテレビ系テレビドラマ太陽と海の教室で連続ドラマ初出演を果たし、俳優以外にも2010年にはカバーアルバム君と歩いた時間をリリースするなど歌手としても活躍。2009年度から2012年度までの毎年度後半には灰田翔子さんと共に全国50カ所以上を回り、お母さんと一緒の楽曲を中心にしたファンタジーコンサートも開催しました。このように歌のお兄さんを卒業し新たな道を進んでいた今井さん、そんな今井さんに悲劇が襲います。2020年12月6日徳島県内でのクリスマスコンサート中に今井さんは突然意識を失い倒れ、救急搬送されています。また直接の関係があるかは不明なものの、最後に書かれた12月15日付のブログでは赤く染まった眼球を紹介し異常を報告していました。今井さんは石田水さんの人気漫画東京グールに登場する角眼眼球を赤く変化させた状態の故障の画像とともに同じように濃く赤に染まった自身の眼球写真を投稿。この現象は先週からだと綴る一方で、病院にかかるのはいつも怖くなるけど早めに行かなきゃね、目の注射とか嫌だしと異常を深刻なものと捉えていない様子で報告していました。さらに異変は目だけでなく肌荒れとしても出ていたようで、免疫力が落ちているのが自分でもわかるとコメント。ブログの最後ではこの2ヶ月は更新減らしますと当面の更新を抑制する考えを示してエントリーを締めくくっていました。そんな今井さんの死因は脳内出血。2020年12月21日に亡くなられています。今井雄三さんはもっと続けてほしい歌のお兄さんランキングで3位になるくらい人気な歌のお兄さんでした。今井さんの死因となっている脳内出血とは、脳の血管が破れて脳の実質内に血液が流出する状態です。血の塊を作り脳を圧迫します。糖尿病、高脂血症や高血圧などにより動脈硬化が進むと脳の深くを栄養する細かい血管が脆くなり破れやすくなると考えられています。出血した部位によって症状は様々ですが、手足が動かしにくい、言葉が話しにくい、ふらついて立ちにくい、目が見えにくいなど、これまでできていたことが突然できなくなったら脳内出血を疑って直ちに救急医療機関を受診する必要があります。脳内出血が拡大すると意識が悪くなったり、最悪の場合は命に関わることがあります。今井さんは前述した通り12月6日に徳島県阿波市の阿波市アエルワホールでのコンサートの途中で意識を失って倒れ、舞台から落ちて救急搬送されています。もしかしたらその時にはすでに脳内出血を起こしていて意識を失ったのか、もしくは手足が動かずそのまま転落したのかもしれません。その他の原因で意識を失った可能性もあるかもしれませんが、舞台から落ちた時に頭を強打し、それが原因で脳内出血を起こした可能性もありえるでしょう。しかしこの出来事の後病院で検査を受けたようですが、この時は特に異常はなかったそうです。その後夕方には意識も戻り、
16時30分には空港にいて、東京に帰るという投稿もしていたようで、何も異常はなく意識を取り戻すことができていたと思われますね。一般的に脳出血には前兆は現れず、突然起こるものと言われていますが、目の充血も兆候だった可能性があります。普段とは違う鼻血や目の充血は注意すべき症状だそうです。このように今井さんの訃報を知ったファンの中には、子供がリアルタイムで見ていた時代の歌のお兄さんが、うちの娘がお母さんと一緒で毎日見てたんだよと、テレビでよく顔を見知っていたお兄さんの急逝にはショックを隠せない人のほか、カラオケ行けば本人映像を流し、歌って踊ってをするほど大好きでした。雄三お兄さんと翔子お姉さんのお寿司のピクニックとか、ボヨヨン行進曲とか好きやったなぁと、ありし日の思い出を振り返る人も見られました。このようにたくさんのファンに愛されていた今井雄三さん、優しい笑顔で明るい様子の男性ですが、そんな今井雄三さんが過去観客に逆ギレをしていた出来事があったそうです。その出来事は福島のコンサートで起こったと言われています。今井雄三さんは観客に、福島の皆さんと言わないといけないところを福岡の皆さんと間違えたところで、観客から福島だよと言われ、それに対し逆ギレしたそうなんです。その後は5分くらい私は頭に来ましたなど客を批判し、謝罪も一切なく、最後に手を振る時も適当にしていたそうです。この出来事は多くの方が言っていることから本当の出来事に近いでしょう。また実際にコンサートに訪れたという人の証言によると、今井さんは披露する歌の歌詞を全く覚えていなかったようで、登場して1曲目の歌からすでにグダグダな状態があったそうです。何度も歌ってきたであろう楽曲の歌詞も出てこず、途中からは歌詞カードを手に歌っていたとも言われています。さらにコンサートの流れも把握しておらず、次の曲が何かをステージ上で共演者に聞いていたという証言もあり、披露した楽曲をこの曲の何がいいのなどと貶めた発言をしていたそうです。子供たちも楽しみにしていたであろうコンサートでこのような振る舞いをした今井さんに対し、怒りの声が殺到し批判されていました。しかし今考えてみると、このような異常な行動も体調不良や病気が原因だったのではと言われています。皆さんいかがでしたか？歌のお兄さんとして活躍し、卒業後も芸能界で活躍していた今井雄三さん、まだ43歳という若さで脳内出血によりこの世を去りました。たくさんの子供たち、そしてお母さんお父さんたちに愛されていた歌のお兄さん、ご冥福をお祈りいたします。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。